よく言われているのが、IHI 製 XF9 ジェットエンジンは高性能と、近年、評価が高くなっています。しかし、それも数年前のお話ですが、XF9 エンジンを超えるエンジンはないです。今回は、XF9 を中心に、各国の次世代戦闘機開発に触れていきます。やはり、V8 も、その性能の良さに気づいたんです。F3 戦闘機のテスト機を早く作る必要が出てきました。2021年も10月を迎え、思い起こせば、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替機となる次期戦闘機、ニュージェネレーションファイター、通称 F3 の開発主管企業に、三菱重工業者が決定されてから、1年が経過しようとしている。次期戦闘機、ニュージェネレーションファイター、通称 F3 の開発は、2035年前後に、退役が開始されると、見込まれてる F2 戦闘機を代替するスケジュールで進められているが、ここのところ、大きな報道はあまり見られない。前述のように、三菱重工業者を主管企業として、その直下に、日本の国内勢、機体関連に、スバル社、アビオニクスやレーダーセンサ類に、三菱電機社を、筆頭に、東芝社、富士通社、NEC 社らおなじみの企業が名を連ねている。これに加えて、機関部、エンジン部分には、IHI 社や川崎重工業者が参画しており、特に IHI 社が、すでに2018年に試作機として1機を納入した XF9 エンジンは、小型、高出力で、機体のステルス性能を損なわないものだと、高評価を得ていた。この IHI 社製の XF9 エンジンは、現行の F-15GA、イーグルに搭載されている、アメリカのプラットニー&ホイットニー社製の F-100 エンジン並みの大きさで、アフターバーナー使用時には、最大推力15トン以上と言われている。また、アフターバーナー未使用時でも、最大で、推力11トン以上が確保されていると伝えられており、初の第5世代戦闘機として、アフターバーナー未使用時でも、超音速飛行を可能としたアメリカの F-22 ラプター等と比較しても、遜色がないと言われてきた。ちなみに、アフターバーナーとは、ジェットエンジンから噴出される高温の排気に対して、さらに燃料を追加して噴霧し、強力な推進力を得る手法の名称だが、実は、アメリカのジェネラル・エレクトリック社の登録商標である。このため、厳密には、ジェネラル・エレクトリック社が製造するジェットエンジンにしか用いることはできず、同様の機構を指す単語としては、オーグメンターと表現することが、普通名詞として、本来は正しい用法だとされている。これは、戦車の靴体のことを通常キャタピラと呼んでいるのと同様なものであり、キャタピラもアメリカのキャタピラ社の登録商標であり、厳密な意味でその他の企業の製造物にその名称を用いることは誤りであると言える。そのため、同じく世界的に数多くの軍事用ジェットエンジンを手掛けるイギリスのロールス・ロイス社では、リヒート、アメリカのプラットニー&ホイットニー社では、オグメンタと同様の機構を表現している。しかし、実際には、ジェネラル・エレクトリック社の登録商標だとは言うものの、アフターバーナーは、文脈に厳密さを問われない場合には、かなり、多くの割合で、今や普通名詞のように、当然のごとく使用されている、状態となっている。さて、こうした説明の中で登場したイギリスのロールス・ロイス社だが、イギリスが主導する第6世代戦闘機開発、テンペスト計画でも、その機関部、エンジンを担当するなど、世界でも屈指のエンジンサプライヤーである。今年2021年6月に、
イギリスで実施された先進主要7カ国首脳会議、通称 G7 ウンサミットにおいて、日本の前、菅首相、イギリスのジョンソン首相とのトップ会談で、日本の次期戦闘機開発におけるエンジン部分での協業の打診が行われたという。このトップ会談を受けて、6月下旬には、すぐに防衛省側とイギリス政府側の担当者が実務レベルの会合を持ち、ここから日本の次期戦闘機開発におけるエンジン部分についてイギリスのロールス・ロイス社の参画が有力視され始めた。すでに2020年の末には日本が独自に第6世代戦闘機のすべて開発することは困難であり、やはり第5世代戦闘機 F2 ラプターや F35 ライトニング2を生み出したアメリカのロッキード・マーチン社に支援を要請する方向だとされていた。ここでは一応ボーイング社など他のアメリカの航空機メーカーの名も取り沙汰されてはいたが、近年の実績から見てもロッキード・マーチン社が選定企業となる方向は確実だと見られており、事実上その協業の方向で推移していると見られる。太平洋戦争後の日本はほぼ全ての軍需品の分野においてアメリカの企業との協業を続けてきた経緯もあり、今回の次期戦闘機開発においては特に IHI 社製の XF9 エンジンで国産化のめどが立ったと見られていただけに危惧する声も聞かれる。ただ、日本の大手マスコミの報道でも、次期戦闘機開発におけるエンジン部分でのイギリスのロールス・ロイス社との協業は、日本単独での製造よりも量産効果によってコストを低減させ、その先の海外への輸出の可能性も示唆されている。これは、日本の次期戦闘機は、現行の F2 戦闘機の100機弱を代替するものであり、完全な国産化である場合には、最大でもその数しか需要が見込めないとする考え方であり、確かにその限りにおいては量産効果を期待することはできないだろう。ただし、個人的にはイギリスのロールス・ロイス社との協業でエンジンを開発したからといって、それが即海外への輸出につながると考えるのは早計であり、そもそも日本が主導権を握れる輸出にできるのか否かの確証も現段階で得られていないと思える。すでに一説には日本の次期戦闘機開発には1兆5000億円を超過する開発費が必要との試算も出されており、この開発費の負担軽減を行うことを最優先しようとするのであれば、そうした思考に陥ってしまう点も理解できなくはない。しかし、こうした経済的な合理性を追求するあまり、実現できるかどうかも定かではない輸出を前提にすることは、そもそもの日本が主導して行う次期戦闘機開発という大元のコンセプトにも狂いが生じる危険性があるのではないだろうか。現時点での防衛省サイドが描く次期戦闘機の開発スケジュールは、大まかには2021年内に戦闘機の基本設計を固め、米英との協業体制を決定、2022年3月をめどに本格的な開発に向かうという方針が公表されている。以後2024年度をめどに次期戦闘機の試作機を完成させて、その試作機による様々なテストと並行して、2031年度前後に量産機の生産ラインを整備し、2035年度には実戦配備を進めていくという流れになると想定される。こうした流れを反映してか、2021年9月22日には、現在も同職に留任している岸防衛大臣が、イギリスのクイーン国防担当閣外相と日本の防衛省内で会合を持ち、次期戦闘機のエンジン開発での協業について確認を深めたという。折しも、同9月には、オーストラリアが
フランスからのアタック級潜水艦調達計画を破棄し、アメリカ・イギリスとのオーカス体制にのっとった攻撃型原子力潜水艦の調達に切り替えるなど、太平洋地域での新たな安全保障体制が注目されている。政治的にはこうしたオーストラリアに倣ってアメリカだけでなくイギリスとの軍事関係の強化を図る点でも次期戦闘機計画が重要視され始めた感もあるが、年末までには具体的な進捗が聞こえてきてほしいものだ。